松坂大輔との死闘、大学野球での完全試合を果たした元剛腕アナウンサーが草野球のマウンドへ戻ってきた。6月17日土曜日、野球中継を放送いたします交流戦です。私、上重が実況いたします。解説は高橋由伸さん、岩隈久志さんです。ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。というわけで本日は日本テレビアナウンサー上重聡さんです。よろしくお願いします。確かにいい声してましたけど、PR から始まるってありますね。なかなか忘れるうち先に言っとこうというね。 ありがとうございます。今回はよくぞ出演を、ずっと出たかったんですよ、特産 TV 、はい、見てましたし、で私甥っ子が野球やってるんですけども。あ、そうですか。おじさんすごいねと初めて特産 TV にサインをもらってきてくれた。今まで一回も言われたことがないのに。日テレのアナウンサーっていうイメージは強いかもしれませんけれども、はいはい、我々世代にとってはもう風物詩のような人ですよ。風物詩、夏の風物詩、夏になれば必ず、確かに過去を振り返るプレイバックで毎年ホームラン打たれてます累計するともう30本ぐらいホームラン打たれてるんじゃないですか。同じ人にずっと打たれて、同じ人にずっと打たれてます。 PL 学園立教とゴリゴリの野球エリートでらっしゃって、ご時世的にはあそこまで延長戦ができなくなってしまってますから。ルール変わりましたからね、はい、ちょっと世代ですか。まさにそうですよね、はい、中学2年生でした。もう松坂大輔さんのおかげですよね。いや向こうも思ってるかもしれないけど。いや、もう絶対思ってないですけど。というわけでまずは上重さんとのキャッチボール。なんか道具が派手ですね。そうですね、グローブとスパイクは、はい、松坂大輔さんのものを使ってこれもですか。はい、ダイス K と書いてますね。はい、新しいですけど、これは引退の年のグローブですね。はい、もらったんですね。そうですね、はい、頻繁に会うので、はい、ちょっと自慢しようかなと。お願いします。お願いします。お願いします。中学校2年生で横浜戦見てた時に、はい、僕体めちゃくちゃちっちゃかったんですよ。はい、で、PL 学園にもめちゃくちゃ体ちっちゃい選手いたじゃないですか。田中和則か。そうです。田中和則さん。田中和則選手。彼はでも夢を与えましたよね。そうなんですよ。はい、で、あれを見て、あ、俺も野球頑張れるって思ったのが一つあるんで、そう、あの試合はもう僕の中では。多分カーオーケーまで持ってきます、ね、動画の途中ですが、ここで緊急速報をお知らせします。なんと上重さん、私の出身である帝京高校とのつながりが発覚。あの、いわゆる新チームの一番最初の練習試合が帝京高校さんとやったんですよ、PL のグラウンド でまだみんな背番号がなくて、はい、まあ、その結果以下によってその背番号が決まっていくぐらいの重要な試合 で、はい、で私2番手かなんかで6回押されたんですよ、はい、それで背番号1をもらったんです。あ、そうなんですか。当時森本ひとり君とか、はい、帝京高校のおかげで私は背番号1をもらえたんですよ。あら、ちょっと鼻が高い。横一線だったんで、はい、はい、あら、俺のおかげ。そしたらいや、ただ帝京後輩ある。上重さんといえばやっぱの腕の振りがめちゃくちゃ強い印象がありました。ああ、そうですね、なんか前腕が強いらしくて、ここの力が強いみたいですね。そこのスピードめちゃくちゃ速かったですよね。はい、でも体が開きまくるんででもコントロールは良かったですね。そうですね、なんかこう手先の感、こっから先がいいのかなっていう感じはします。誰にも真似できない相方ではありましたけど。そうですよね。当時まっすぐ何キロぐらい出てたんですか。140ちょっとだと思いますね。でも当時でしたらもう、はい、いやでも松坂大輔、荒垣渚がいたんですよ。いきなり150キロが2人もいると後半が140キロがすごく普通っていう、はい、確かに当時その上の台のスピードランキング見ると、はい、143キロが1位だったんですよ、はい、後で聞いたんですよ、スカウトの方が、はい、上重があと1個前の世代だったらドラフトでも上位で取ってたかもしれないって言われたんで、人生がただ松坂大輔、荒垣渚がいたんで、はい、プロも目指してはいたんですか。そうですね、大学2年の時に完全試合をしてですね、はい、いけるかなっていう感覚はあったんですけど、はい、3年生の時に怪我をしまして、で大きい怪我を今までしたことがなかったので、はい、まあ、野球の神様はそろそろトントンと肩を叩いたのかなと、もう限界かなと、はい、あとやっぱり松坂大輔に出会ったので、はい、プロに行くイコール松坂大輔のレベルじゃないとっていうこのバロメーターが一気にトップオブトップになってしまったので、そこでも基準にしてしまうとなかなか難しいですね。松坂大輔を知ったがゆえに、はいはい、やっぱりプロの世界は厳しいと思いますんで、ある意味良かったかなと。で今もこうやって野球に携わって仕事ができるので、はい、
選択間違いじゃなかったかなという感じはしますけど、なるほど。同世代でいうとあの村田修一さんなんかは、はい、松坂さんがいたから野手に転向したりとかっていう ね、人生もあったり、いろんな人に影響を与えて、はい、我々の世代を世界記録ペースで先頭を走ってくれたので、もうみんなが必死についていくっていうので、我々の代はこうみんなが相乗効果でレベルアップしたのかなと。いや、まあ、それもあの一戦からですもんね。そうですね。偉大な先輩方がいらっしゃる。ああ、でも腕の振りをもうかけあるんですね。ありますか。はい。でもやっぱり投げ方は変わんないもんですよね。そうですよね。若干そのテイクバックこうあの上がってこない感じというか。そうです、ね。いやすごい。徳さんとキャッチボールしてるよ。いや逆だと思いますよ。絵になります。すごく絵になる。高校日本代表に、はい、あの甲子園の後選ばれて、はいはい、7人ピッチャーいたんですけど、はい、私以外のピッチャーは全員プロ行ってます。誰がいましたか。じゃ松坂大輔、背番号1、寺本志郎、ロッテですね、はいはい、で久保康友、はい、ロッテ阪神、はいはい、神田一高、はい、神田一高、はい、で背番号4私、5が杉内、6が村田修一、はい、7が荒垣渚さんすごいですよね。すごいメンバーです。で当時あの合宿というか練習で、はい、ブルペンでみんな投げるんですよ、はい、で後ろにスカウトもう30人40人ですよ。大輔とかは甲子園の決勝の後だったんで軽く行きますとか言ってるボールが速い、はい、速いんですよ。こっちは軽く行きますって言いながら全力で投げてる意外といい球来てるぞって、はい、でもあいつ必死だなっていうバレる。笑顔で野球をする上重さん、しかし超厳しいと噂の PL 学園、上重さんは実際どう感じていたのか。まあやっぱり厳しかったですし、はい、プレッシャーもありましたけど、まあ、負けられないみたいなプレッシャーもありましたし、はい、でもなんかこう明確な目標がある甲子園、はい、打倒横浜、打倒松坂、その中の日々ってやっぱり充実してたなと思いますよね、はい、このユニフォーム初めてもらった時に鏡見ながらこうなぞったのをすごい覚えてますね。桑田さんが来てた、清原さんが来てた、立浪さんが来てた、福留さんが来てた、あのユニフォームだって、もうなんかちょっと涙が出るぐらい嬉しかったの覚えてますね。なんかこの瞬間とか、はい、ちょっと桑田さんっぽいのはいませんですか。あの1万回ぐらいビデオで見てます。もともと出身も少年野球チームも同じで桑田さんと、はい、憧れというかお手本というか、はい、確かに似てる。で私モノマネから常に入ってたんですよ。はい。でも桑田さんが甲子園の天理高校戦で、はい、ノーアウト2塁1塁で、はい、トリプルプレーするんですよ。バントノーバンドで取って、はい、PL の時何回も見てたんですよ、はい、横浜戦で延長15回かなんかに、はい、ノーアウトランナー1塁でバッター後藤で、そのシーンがファッと浮かんできたんですよ。桑田さんと同じように、桑田さんと同じようにって、はい、ポンってフライが来てそこで取ってゲッツーしたんですけど、はい、うわちょっと鳥肌だった、はい、まあ、そんなことないですね。それはもう、はい、あの桑田さんの天理戦をもう何回も何回も見てイメージしたので、それがパッともうよぎったんですよね。結構限界だったので、あ多分送られたらもう1点取られると思ったんで、極限状態だ、はい、それしかないと思ってわざとインコースに投げて、その辺に来たのでもう桑田さんだ俺はみたいな、すごい、はい、ゾーン入ったんですね。なんでそうやってこうイメージするって大事だなと思って、へー、ああいう大舞台のところにポンとそういうシーンが出てきたりするので、イメージを体現する上重さんもかなりハイレベル、うーん、秀逸、あ、秀逸。あ、ナイスボール。ねえ、本当にアナウンサーさんですか。違います。違います。今日は野球人として。そうですね、はい、来てます。野球人、上重聡さんとして。座ってみていいですか。お願いします。
いやでもライパスさん投げやすいわ。あ、本当ですか。はい、構えが先生投げやすいらしいですよ。あれさ、構えがすごいですよ。ナイスボール。当時の仲間たちとつながってたりするんですか。はい、あ、そうですね、PL 横浜戦から10年の時に PL 横浜のメンバーで、ゴルフコンペやったりとか、はい、いいっすね。勝ちたいとか負けたくないとかを超えた試合ってあの1試合だけなんですよね。野球やってて甲子園には魔物がいるっていうじゃないですか、はいはいはい、私はあれはあの観客の皆さんだと思ってるんですよ。で、やはりですか。先に1点取られるじゃないですか、うん、はい、もっと見たいって観客の皆さんがその雰囲気を作るんですよ。で、先頭バッターポンと出るとほらほらって観客の皆さんが押してくれるんで同点に追いつくみたいな。やっぱ魔物はあの観客の皆さんが作り出してるあの雰囲気ですね。そうですよね、はい、じゃあちょっとスライダーの、お、スライダー、スライダー、あの時のこれが生命線でしたね。まあ、今でいうスイーパーですね。当時からもうスイーパー、まあ、もう私は当時からスイーパー行くよって言ってましたけど。嘘ですよね。早すぎましたね。お、鋭いスライダーを投げる上重さん、一体どんな握りなのか聞いてみると、はい、スライダーって上重さん、私上重さん流スライダーは特殊かな、わかんないですけど私こう握るんですけども、フォーシームのままですか。そうなんですよ。ずらしてちょっとずらすんだ、はい、これが一番曲がって、はい、ちょっと深くしてちょっともうちょっとストレートに近くして速くしたりだとか、カット系にするとか、はい、もう この感じ。 あと横とこうちょっと縦っぽくっていうかこの感覚だけで。へえ、はい、縦の時は どういう意識なんですか。あの こういう感じですね。こういうイメージですね。はい、向こう側通すみたいな、はい、普段は言葉巧みなアナウンサーですが今日は野球人、めちゃくちゃ感覚で伝えてくるとても貴重な映像です。先端行ってましたね。そうですね、だからスイーパーも投げてましたし動くボールをいち早く、ね、ナチュラルでナチュラルに投げたのかな。まずプロは取らなかったんだ。いやいやいや、だいぶ投げていただいたので。そうですね、はい、ええ、対戦いいんですか。いやできる限り行きますよ。本当ですか。はい、いいんですか。リベンジします。じゃああの時抑えられてますからね。状態で大丈夫です。はい、ひとりさんが抑えられてるから、はい、後輩が俺が打ち返して、はい、これで、はい、打てば歴史が変わります。はい、そうですね。同点だったんですよ、本当帝京と。なんでここで決着つけました。あ、おお、はい、明日の特産 TV は四半世紀ぶり帝京対 PL 学園が実現。一体どんな戦いになるのか、帝京としても絶対に負けられない戦いだ。